はい、今回はですね、今年のね4月になんとスイッチでザ・ハウス・オブ・ザ・デッドがですねリメイクされましたということでね、まあ普通のジョイコンだプロコンだでもプレイできるんですけど、やっぱりねガンシューティングなんでこちらを用意しましたよ。まあちょっとカラーリングがね本物っぽくないんですけど、まあとりあえずそれっぽく雰囲気が味わえればいいかなということで、こちらのカラーになってしまいました。いろんな色が出てましたね。ブラックだ、なんだっけ忘れましたまあいろんなものがありました。まあ中華製なんで本当にね似たようなメーカーからバリバリ出てますということでね、まあこちらはね純正品なわけがないんですけど、まあ所詮ジョイコンのアタッチメントなんで、まあ、問題なく使えると思います。で、まあ、ゲームガン 4NS ジョイパッドと書いてありますね。はい、任天堂スイッチと書くことができません。まあ、非ライセンスならではの商品になってます。では出してみましたけどね、まあ、いわゆるアタッチメントですね。はいこれだけでまあ日本円で2000円ぐらいになってますけど、まあ高いっすよねまあジョイコンをねここにセットして使うことになると思います。まあ今回ハウスオブザデッドに対応してるかどうかはね、ちょっとプレイしてみないとわからないんですけど、まあこのね右側のジョイコンのね、R ボタンもしくは、なんていうのかな ZR がまあこうガンに対応してれば動くと思うんですよね。ではねちょっとジョイコンを挿してみたいと思います。どういった感じかな、初めてなんで、あちょっとこれはやばいパターンですね、引っかかっちゃってます。どうかな、まあ、そんなに複雑なわけはないと思うんですけどね。ここの溝に入れるのかな、こんな感じ。あ入った、あらよし行きそう、あ入りましたね、こんな感じ。もうカラーがねやばいですねこのパステルカラーからのレッドですよ。ではねジョイコンの L も挿してみましょうか。向きはこっちかな、スッとスッと、あ行きそうかな、入りました、入りました。まあ、この状態になるとジョイコンにね充電できませんので、あらかじめ満充電にしておいた方がいいと思います。どうかな、まあ銃っぽくなったといえば銃っぽくなりましたね。ここでガシガシ撃つということでしょう。 ZR がねトリガーになってないと意味がないんですけど、最近のゲームはね LR がガンの発射になってると思います。いやまあ非常に軽いですねこれおもちゃですね。でちょっと前にあったねウィーザッパーと比較してみましょう。まあウィーザッパーの方は純正なんでね、まあプラスチックの素材もいいですし、非常にねしっくりとウィーリモコンがフィットしていました。まあ今回はこの比較ぐらいにして、早速ねザ・ハウス・オブ・ザ・デッドをねプレイしてみたいと思いますが、まあ現実的にはですね何度かプレイしましたけど、なかなかねジャイロの操作が難しいですね。ジャイロがねこううまくフィットしないんですよ、こうフラフラしちゃってね。で非常に困っていました。半日ぐらい悩んでちょっと設定いじっていたんですけど、まあその趣旨をねツイッターとかあとは動画のね一覧にちょっと載せてみました。そしたらねいい設定があるよということで教えていただきましたよ。でオプションからねこの操作というやつです、操作で、ここにねジャイロ感度があります。ジャイロ感度ねちょっと行き過ぎてますけど、でこの情報はね先ほどのコメントの返信だったり、その方もどっかのね実況者さんがこの設定でやってたよということをまあ教えてくれたんですね、自分にね。ありがとうございます。
そのおかげでね、なんかすこぶるいいです。で、ご覧のようにジャイロ、XY ともに 0.7、 ジャイロスコープのデッドゾーンをですね 0.1 にすると。そして表示はね、特にいいかなと思います。表示は、自分でお任せになりますね。そして音もね、お任せです。次です。次ちょっとね、変えなきゃいけませんね。ゲームプレイのところで自動リロードですね。これね、まあ自動じゃなくてもいいんですけど、腕に自信がある方は、慣れないうちはこれ自動リロードを、まあ即リロードしてよということにしておいた方がいいと思います。細かく、設定できますけど、まあ瞬時にリロードの方が楽しめます。上級者はこの辺をね、いじくっていただけたらなと思います。あとはエイムアシストですね。まあ最高レベルの高にしておきます。高いですね。まあこんな感じで設定しておくとうまくいきました。非常にね、最初にやった時はもうゲームにならないんですよ。ジャイロがね、いろんなとこに行っちゃって、ポインターが全然ね、違うとこ行っちゃってたんですよ。ところがね、今回ね、今やってみますけど、非常にすこぶる。とは言っても、Wii リモコンとか、まあ、いわゆる PS4 のチンコンですかね。のように、ポインターのようには行きません。ですが、限りなくね、非常に近くなったかなと思います。最初はね、もう死にまくる、そして誰も救出できないというレベルだったんですが、それが今回どうなるでしょうかといった感じになります。ちなみにちょっとね、ロードはね、そこそこ長いですね。まあ最初にステージを一気に読み込んじゃってるからだと思います。若干長め。はい、来ました。プレスシュート。When ready.いうことですね。さあ始まりますよ。 The first chapter。 おー、明らかにやばい。やばい。踏んだ。踏んだ。なんか倒れてるよ。倒れてる。あー、踏んじゃうよ。誰。これは私ですね。ああ、食べられちゃった、誰か。よし、痛い。もういきなり来たよ。やばい。ああ、痛い。よっしゃ。痛いな、もう。あ、でも結構ね、当たるようになりました。あ、この人食われちゃったかな。食われちゃったよ。ゾンビになっちゃうのかな。仲間を早く助け。どこだ、敵は。あ、来た。あ、結構ね、あ、じゃ、前はね、全然ジャイロが定まりませんでした。で、時々ね、この Y ボタンですね。Y ボタンを押して、ポインターをセンタリングしないといけないと思います。ジャイロだと、なんか行きっぱなしになっちゃうんですね、カーソルがね。なので、時々 Y ボタンを押して、まあ、ポインターをリセットするということになります。あ、いた。あ、死んでしまったようだぞ。すぐに、スタート。あ、なかなかね、遊べるようになりました。ありがとうございます。これは楽しいぞ。はい、てて。おー、これはね、ずるいですね。お、ソフィー、助けないでね。ソフィー。よーし、倒したか。これで、ソフィーがどこに行けると思ったら敵だ。いるよ、これ。あれ、死んだっぽい。一瞬で再起動かかった。よし、ソフィー。何寝てるの、ここで。ああ、どうした？あ、捕まっちゃった。直接食われるわけじゃないんだ。うわあ、告げてかれちゃった、ソフィー。うわあ、もう来てる。あ、行った。行きたいんで、もう、ほら、行った。うわ、非常にね、かなり、精度上がりました。先ほどね、オプションで設定した通りにしたらですね、かなりプレイしやすくなりましたよ。よし、こっち助ける。よし。あの、結構ね、自分も日曜日にね、こう調整してたんですよ。まあ、しっくり来たようで、来てないようでっていったところまで来たんですけど、
今回ね、教えていただいたやつ、なんかいっぱい下にいる、数字で打ち込んでみたら、非常にすこぶる調子がいい、ほら。おー、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 おー。来た来た来た。あ、あそこなんか食われそうになってるのか？違うか。あれ、敵か。いいの？倒さなくて。あ、何わあ死んでんのかと思ったら起きてきたよ。これ何拳銃でまさかの開いちゃうと。さあ、お家に入ってきました。なんかいる。ちょっと動物型のあれかな。上に行ったよね。あ、なんかいる。投げてくるぞ。投げる前に打ち倒してしまいました。あ、なんか気持ち悪い。なんかいる。うわ、気持ち悪い。気持ち悪い、この。よし。誰か壊れちゃったから。わざわざなんや。わざわざいるよ。壺だ。ん？ここ入る。ああ、びっくりした。この壺は、ちょっと、動物型が増えてきたね。あれ？当たってないぞ。よし。あ、死んでない。うわ、いた。あ、よし。あ、壺なんか気になるな。いっぱい来た。はい。痛い。壺も割れました。あ、また来た。で、結構硬いやつは硬いな。ここなわ。そもそもここ入る必要あるの？え？何？こっち。これは仲間危ね。助けたことになったのかな。うわ、また来た。なんか、動物みたい。猿みたいな。いや、暑いなぁ。来た。いる。コウモリ型。やられたか。ちょっとよそ見しちゃった。なんか来た。強いのか、こいつ。まず一匹ずつ。行け。しゃあ、どうだ。うん？なんだこれ。扉か。キーク。あ、やばいか。誰か？ん？やられそうだ。よし、助けるぞ。またか。よし。助けたようだ。ありがとう。これを。なんだ？ん？おお、来た。チェーンソー男。一瞬。前ね、これ倒せなかったな。やられちゃった。あーって危ない。やっぱね、ジャイルだと合わなくてダメだったんですけど、やっぱじゃない。なんつうのかな。先ほどね、入力した、オプションで入力した数値が非常にいい数値なので、ガンガン進めてます。かなり楽しい。さあ。ボスあんのかな、ボス。あー、ごめん。人多すぎだろ。ゾンビ。ゾンビー。ん？あ、ソフィー。ソフィーいた。ソフィーどうした？怖かったわ。あー、なんか来たよ、また。あー、最悪なやつだ、こいつ。なんだ、踊ってるぞ。胸が逆転か。胸狙い。胸ひたすら撃て。あー、これ防げないのか。防げねえのか。当たってんのか。胸、あの赤いとこ怪しいね。ああ、これはシールドないのか。よし。だいぶやっつけたような気がするが、どうなんだ。よし。のけぞれ。よっしゃ。痛がってるぞ。あ、すっぱだかなっちゃった。すっぱだか。違う？なんか、鎧がもげましたよ。あ、いた。どこが弱点？胸で変わってない？なんか気持ち悪い。よし。いやー、これは楽しい。やっぱね、ジョイコンだプロコンでやるよりも、このザッパーみたいのがいいな。めちゃくちゃこう、シューティングな感じがする。もうちょっとね、安ければね、100均ぐらいだろうみたいなプラスチックなんですけど。もう2000円ぐらいしたんですよね。結構する。これだけですかみたいな。ウィーザッパーも確か1000いくらだったと思うんで、パチというか、もうパチすらなってないんですけど、さすがに100円で作れって言われたら怒られちゃいますけどね。500円ぐらいで作れませんって感じですね。
はい、でもね、これでやると非常に楽しいですね。うん、男のサガがね、くすぐられるといった感じでしょうか。ハウス・オブ・ザ・デッド、スイッチ・ザッパーを使ってプレイしました。ジャイロなんで、若干ね、オプションで設定を変えてあげないとかなりプレイしづらいです。変えればね、そこそこ快適になります。ただし、ポインターがいったままになっちゃいますんで、Y ボタンだ。Y ボタン押すと、再びね、ポインターがセンタリングされますんで、そうするとね、非常にすこぶるプレイしやすかったかなと思います。ではまた。